はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の確率変数の和と積丸三をお送りします。で、このタイトルこれで最後です。次回から二項分布やっていくんですが、最後に、また問題演習3問ねやっていきますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってちょっとわかんないのがあれば、今からね自分の方が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、大中小で3つサイコロを使います。で、まあ、それを投げるときにこういろいろ求めていくと。で、まず1番が出る目の和の期待値、次が積の期待値、で、最後が和の分散になります。でも、まあ、基本的に前回とかと使ってるものは似てるんですが、まあ一応解いていきましょう。で、今回ですね、XYZ それぞれのね、確率分布、まあ全部書かないんですけど、それを考えていきたいので、ひとまず、まあ途中式書くとしたらね、まあ大中小、まあ出る目をね、文字を使っておきたいので、出る目を、XY、まあ、Z とすると。で、こんな感じでいきます。で、一応まあ自分のイメージですけど、あんまり途中式書かされるイメージはなくて、この問題ね、普通に答えだけでいいかなとは思うんですけど、実際大中小一個ずつ投げますけど、全部確率分布同じなんですよね。なぜならどのサイコロでも全部6分の1だもん、出る確率だから変わらないので、今回1個だけ書きます。X だけ。全部同じだから、結局ね。だから、まあ、第、サイコロ一番大きいやつ、X の確率分布。まあ、分布もね、書かなくてもいい気もするんですが、1、2、3、4、5、6。で、合計が1と。で、全部ね、6分の1だから出る確率は。まあ、一応書いていくとこうなります。で、さっきも言ったように、Y も Z も全部同じです。ね、確率全部6分の1だからさ。で、結局、今回、期待値、そして分散を出していくので、まあ、それぞれまあ期待値も出すんですが、1個ずつの期待値を、1個ずつ、それぞれ出していきます。なので、まず、EX から。X の期待値ね、E だから。でも、確率分布が同じだから、EX も、EY も EZ も同じなんだよね。絶対計算したら同じになるからさ。だから、この場合は、EX イコール、EY イコール、EZ にしちゃって OK です。全部同じだからね。で、期待値求めていくと、まあ、この場合ね、シグマとか使っても、ね、かっこよく求められるんですが、まあ、いつも通りね、かけていきましょう。1×1 は1みたいな感じだから、1たす2たす3たす、4たす5たす6だね。で、これが、21か。で、3で約分するから2分の7になります。これがそれぞれのね、1個ずつの期待値。今は和なんで、まだこれ答えじゃないんだけど。で、この状態で1番解けるんですが、まあ、最後のことも考えて、分散ね。分散は、公式でこれ使うからさ。で、二乗しても、もちろん元々が同じなので、y の二乗ももちろん同じだし、z の二乗も同じになります。同じ確率分布だからね、全部ね。で、これも計算していくと、6分の、二乗してかけるから、ここ1。2が4だから4、9、16、ちょっとね、25、36と、こうなります。待ってね。10、30、55、91か。6分の91。これは、6分の91、約分できるかな。できないよね。3でいけないもん。2もいけないか。じゃあこれでいいのか。はい、ということで、こうなります。で、この2つが揃ってれば分散が出せるので、この状態でそれぞれの分散出しに行きます。で、しつこいんですけど、元々が同じなので分散も全部同じです。 VX も VY も
VZ もね。いいかな？で、公式行くと、2乗の方、こっちね。ここ、引く、この、2分の7、こっちの2乗になるので、これまあ公式ですわ。で、こうなる。で、こっちが4分の49だから、6と4なんで、12で通分しましょう。2倍するから182。引く49に3を掛けてんのか。147。だから12分の、35。これは約分でき、35できないよね。これいいのかな？はい、となります。で、これで、やっと準備完了。ちょっといっぱい書いてきましたけど、もうこれが揃ってしまえば、もう全部ポンポンポンって、全部倒せますんで。では、まず1番、いきましょう。で、結局、この出る目の和の期待値って何かっていうと、まず期待値なんで、いいじゃないですか。で、和なんで、X プラス、Y プラス、Z、今これを考えてる。で、前回とかは、その E の X プラス Y みたいな2つだったんですけど、これ3つになってる、今回。けれど、こうなっても、2つの時と同じように、分けた、これが成り立ちます。普通に計算して OK。で、ここに関しては独立とか関係なくに普通にできる、これがね。だから、もう2分の7を3つ足すだけなので、これどうしようかな。横で書いててもいけるか。一応書こうか。2分の7足す、2分の7足す、2分の7。だから2分の21となって、これで OK になります。で、次が出る目の積の期待値。で、こっちも期待値なんで、E の積だから、こうなります。XYZ。で、これは前回の動画のこの辺で、ちょっと黒字で書きましたけど、E の XY っていうのは、X と Y が独立関係にあれば、それをかけたものに分解できると。で、これ、3つの時も同じで、独立になってるんだったら、EX かける EY かける EZ ってこういう風に分解することができます。で、今、X も Y も Z も独立関係にあるので、これが成り立つと使って OK なのね。だから、あと普通にこれで計算します。で、これ2分の7入れるだけだから、まあ、つまり2分の7は3つ分なんでね、3乗となる。つまり、8分の、すいません、暗算ができなかった。163、72と343か。で、これで OK となります。もう一個いけるね。よし。で、最後、分散ですね。で、分散なんで、使うのは V。で、和の分散だから、X プラス、Y プラス、Z になると。で、ここに関しては、XYZ が独立だったら、分けていいよって。で、これは独立なんでね。よいしょ。こう分けることができます。で、VX も、VY、VZ もさっきも出してあるので、12分の35ってね。だから、ちょっと入れてみるか。右側に答えずらしたいしね。よいしょ。こうなるので、12分の105。割れる？ 3 で割れるか。3で割ると、ちょっと待って、間違ったかな？間違ってないか。3で割ると、4分の35。これも割れないよね。よし。という感じで、これで終了となります。ちょっと口頭で、口で言っちゃって申し訳ないんですが、ここに関しては独立関係ないんです。ないんですけど、こいつとこいつに関しては独立、それぞれね、XYZ が独立関係にあるので、この公式使えるよと。まあ、3つになっても使えるよっていうのが言いたくてね、今回この動画を撮っております。なので、まあ、頭の片隅でも覚えておいてもらえたらなと思います。よいしょ。では、
今回は高校数学数 B の確率変数の和と積丸さんをお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から二項分布をまたちょっと数本動画撮っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。